皆さん、こんにちは。本日は2016埼玉前期理系の微分積分の問題になります。早速始めてみてください。では、解説に移ります。カッコ1です。 関数の最小値を求めようってことですが、はい、関数の最小って言われたらもう微分しましょう。はい、微分してあげてこんな感じにできます。まあ、下はずっとプラスだよっていうことなので、はい、X、今回0よりも大きいって条件ありますので、はい、微分したものが0っていうのを考える。そうすると、X は1とすることできますので、はい、1の時、増減評価と実際最小になりますよね。はい、ということで、X が1の時に5分の E っていうのが最小値になります。はい、次に2番。 はい、こういうふうになっているときに、まず、えーまあ、それぞれの交点ですね、えー、求めようってことなので、はいまあ、交点、まあ、それぞれ連立、ね、代入してあげてって計算すると良いでしょう。はい、答え出てきます。でえーまあ、結局、まあ、もう一つに関しても同じように代入すれば出てきます。 はい、で次、イ、e、ですね。カッコ1を用いて、はい、これを示せってことなので、カッコ1、まあ、これね、最小値が、えー、っていうふうに書いてありますので、カッコ1より、結局、まあ、この式っていうのは5分の E 以上っていうことが分かりますよね。5分の E が最小値だったので。 はい。で、まあ、実際に5分の E。で、今回最終的に示したいのが、この形であるということを考えると、最終的に 2EA がこの形になればいいってことです。じゃあどうすればいいかと言いますと、この値を2分の1にすればいいっていうふうに考えてあげて、じゃあ2分の1にするためにはどうするって考えたときに、2分の1は5分のっていうふうに直すと2.5。 で、e は2.7ほにゃららっていうことなので、えー、ってことは2.7より2.5の方がもちろんちっちゃいですよね。なので、こういった形にすることができて、はい、あとはこれを全体を2かける、え a 次乗プラス3、a プラス1。これで掛け算してあげることによって、こういった形にすることができます。はい、次にうですね。 d の面積を a を用いて表せっていうことなんですけど、はい、まず、この e より、はい、これね、逆数にしてルートにする、はい、この形が成り立ちます。なので d どうすればいいかと言いますと、はい、まず、ここの三角形から、ここ積分したものを足し算しましょう。でそこからこっちのね、ちっちゃい三角形を引き算するっていうふうに考えてあげましょう。でそうすると、これを、ピッピって消えて1、2分の1、ピッピって変えて、マイナス2分の1っていうことなので、実質残るのここだけです。で、x 分の1を積分すると log x ですので、はい、あとはこの この式、計算してあげてで、ログのほにゃらら分の1っていうのはマイナスっていうふうにすることできますので、それぞれこういう感じ。で、今回、ルートですので、ルートっていうのは、ほにゃららの2分の1乗と一緒なので、2分の1を a って前に出すことができる。ということで、こういうふうにすることができて、はい、2分の1ログの、はい、a 字乗プラス 3a プラス1分の 2e の a 乗っていうふうにすることができます。はい、最後、a。 はい。D の面積最小にするっていうことですが、もうこの形っていうのはもう括弧1で、はい。A が1の時に最小っていうの分かってますよね。なので、はい。A イコール1の時に D の値は2分の1ログの、はい。5分の 2E というふうに答えることができます。本日は、まあ、微分とか積分、まあ、そういった問題についてやっていきました。結構いろんな格好で出てきやすいこの関数の計算ですね。しっかりと押さえておくと良いでしょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。